今回はリキンキの提供でレシピブログ主催の日常料理はオイスターソースでのコンテストで優勝したカシュカシュさんのレシピをご紹介します。ボウルに鶏ひき肉 200g、 塩コショウ適量を加えよく揉み込みます。レンコン3センチは皮を剥き輪切りにしましょう。酢水にさらし水気を切り粗みじん切りにします。玉ねぎ1/2個は1センチの角切りにします。ニンニク1かけは潰して粗みじん切りにしましょう。フライパンにオリーブオイル大さじ2、ニンニク、輪切りの赤唐辛子1本分を加え弱火で熱します。香りが立ったら玉ねぎ、レンコンを加えてじっくり炒めましょう。鶏肉と酒大さじ1、和風だし 100cc を加えます。リキンキオイスターソース大さじ2を加え軽く煮込みましょう。お鍋にお湯を沸かし、スパゲティ 160g を入れ、袋の表示通りに茹でて水気を切ります。フライパンにパスタを入れよく和えましょう。器に盛り細ネギを散らしたら完成です。オイスターソースと和風だしの意外な組み合わせ、コクうまソースとだしの風味がパスタに絡んで美味しいですよ。リキンキのオイスターソースでぜひお試しください。リキンキ